韓国の扇風機売り場。設定した分数が経つと運転が止まるオフタイマー、機能は、韓国では、就寝時の使用における、安全のための機能と認識されている、扇風機の都市伝説とは、密閉された空間で扇風機をつけたまま眠ると、窒息や低体温症などで死亡するという都市、伝説である。都市伝説の正確な由来は不明だが、1920年代に、 朝鮮半島で電気扇風機が普及するのと同時に吐き気、窒息、顔面麻痺などを引き起こすのではないかと健康被害に関する懸念が広まった。韓国では締め切った部屋や就寝中に扇風機をつけていると窒息などにより死亡すると信じられており、日本でも類似した話があるが、医学、科学的根拠に乏しく、医師など専門家の意見も分かれている。 また持病などがない人が夏場に長時間扇風機の風を浴び続けても命に関わるほど体温が下がることはないとの報告がある一方逆の報告もある前提として風を受け続けることでの人体への影響を専門家たちは各所で述べているただし扇風機による死亡例は心臓病などの持病を持つ報告がほとんどとされる扇風機には 室温と湿度を下げる機能はないため、締め切った屋内では時間とともに室温と湿度が上昇し、熱中症の可能性が高まる。また、扇風機に当たったまま寝てしまうと、体が冷やされることで体調を崩したり、局所に長時間風圧のストレスを受けて気分が悪くなることがある。扇風機の都市伝説はこれらの現象を極度に強調したか、 あるいは原因や因果関係に関する科学的な無理解により発生したものと考えられている。一部の陰謀論では1970年代のオイルショック中に行われた節電を流す韓国政府のプロパガンダだとの見方もあるが、朝鮮半島では1920年代からすでに電気扇風機によって引き起こされる健康被害の発生が危惧されており、1927年には 扇風機の健康被害に関する新聞報道が確認されている。韓国では就寝中の扇風機による死亡事故が報じられることがある。一方で、それらの事故報道はデマであるとする見解が韓国のニュースサイト中央日報に掲載されている。記事の内容は扇風機死亡事故を韓国固有の都市伝説であると断定するものである。韓国の医療関係者のコメントとして、 扇風機死亡事故とされるものの主要な死因は心臓疾患やアルコール依存であると書かれている。扇風機による体温の低下は死亡事故の要因の一部であっても主要因ではないとされる。日本でも以前から扇風機による低体温症による死亡説または脱水症状から側戦症を起こして死亡する説が話題に上ることがある。 また1970年代から1980年代には扇風機による死亡が新聞報道されたことがあったが、以後はこのような記事も見られなくなった。扇風機による死亡説の理由として汗をかき扇風機の風によって盛んに蒸発が起きることで体温が奪われ低体温症に至るまたは体内の水分を奪われるため脱水症状に陥り血液が ドロドロになって脳梗塞や心筋梗塞を起こすというものが挙げられている。また実例として韓国の新聞記事を引用するものがある。露天温度の観点からこれに反対する意見がある。露天温度とは空気中の水蒸気が凝結して炉を結ぶ温度のことだが通常の場合に扇風機を使用しても結露は起こらず、湿度の高い日本の夏では死に至るほど体温低下はしないとされる。 締め切った室内や車内で古い冷房設備を使用しているとエアコンの熱触媒が漏出したり位酸化中毒などで窒息を起こすことがある。近年の実例では換気ができない循環モードで使用していたことが原因とされている。ありがとうございます。